はい。すいません、こんばんは。洗濯物出してきた。そういや、洗濯物出してね。焦って洗濯機突っ込んできました。え、そこもね。いや、今日ね、ちょっと会社遅くなったんですよ。ストロークやってました。すいません、人殴ってました。ストーリーモードが超格好でさ、夢中になってたらこんな時間、ちょっと、子供か。はい、ということで、そんな話はさておき。フェニックスおだけ、お付き合いいただき、本当にありがとうございました。魔改造したフェニックスは、そのままに、今回からは、家康のパッパですね。松平広忠、若くして死んでしまうんですよね。暗殺されちゃうのよね。で、まあ、それを幼少の家康が継いで、まあ、今川がしめしめっつって、従属させてっていう話になっていくんですけれども、なんと、こたびのパパは死なぬ。なぜかというと、これさ、タイム変更ですね。開幕、家康とかできない。家康が生まれた途端に隠居しちゃえば勝ちなんじゃない？家康の。ダメ。そういうのではない。そうですね。うん、ミルフィード。まさにそうですね。その通りです。勘違いっていう話なんだよね。阿部なんちゃん。はい、送りました。ゴリラのミルフィードの七瀬美雪殿のカザルモン。やりません。ということで、松平広忠、進めていきましょう。で、戦国の世で名を上げん。まあ、今川潰して、織田も、まあね、一悶着があるんで潰して、なんだったら斎藤も潰してなと思うんですけど、斎藤もっていうまだ決めてないんだよね。まあ、この辺り一体締めて、被害接見して、万歳みたいな感じなのかな。なんか松平広忠にそこまで天下の野心あったかって言われると、なんかそんなことも思えないけどね。まあ何やともあれ。まあ勝ち筋っていうのは簡単で、普通にやるなら今川にちょっと心中、織田を、今川の援軍借りて織田を攻めて、家臣を吸収、その力をもとに、まあ芝、本願寺、斎藤この辺りを取って国力を強大化して、で、まあ、ある程度勢力がでかくなったら、東に進むっていうような感じが勝ち筋だと思うんですけどね。まあ、それじゃつまらんので、まあ、心中はなしでやっていってみましょう。それでは、松平広忠。ちなみに、ごめんね、もう最後、松平広忠登場するシナリオ2つあるんですよ。鉄砲伝来シナリオ。これも松平広忠なんですけど、城が1つだけ多いの、ここだと。ここは何城だ？ヒクマとかあんな、ヒクマでもこっちか。ある人、城が一つ多いんで、まあ、少ないこっちでやっちゃおうぜという話でございます。名称はあんだよね。そう、大樹寺がね。オン・リエド。オン・リエド・ゴング城だっけ？ね。あれか。まあ、何やともあれ、進めていきましょう。ここから始めようか。まあ、簡単に予想されるのが、即死っていうね。今川に蹂躙される未来が見えております。はい、ということで、天文15年、尾張の戦国大名、織田信秀の嫡男、吉報氏が元服の儀を迎えようとしていた頃、足利将軍家、寛礼細川家、それぞれの内紛が長引き、混沌を極めた畿内では、新たに三好家が鹿をしのぐ力を持つ。西国では大内、尼子の両巨頭が競う間にあって着実に力をつけてきた毛利元就が新たな中国の覇権、覇者の座を狙う。一方、北条氏政の地に死により均衡が崩れた関東では今川、武田、両上杉が今こそ好機と浸透し、一安に挑もうとしていた。まあね、勝った勝ったか。はい、ちゅうことで。このシナリオの北条はなかなか面白いんじゃないの？ね。これ、まさに勝った勝った。ね。で、シナリオちゃんとオフにしてるかな？最初に。受験あり、歴史イベントなし、寿命なし、内陣なし、架空姫あり、姫武将あり、まあ、もりもりですね。で、難易度は毎度おなじみ、超級。あとは、
まあそんなもんかな。で、外交状況を、外交初期状態をなしにしてあるんで、すべての勢力が外交関係を持たない状態で始まってます。なので、まあ、ここからどんなことが起きるやと。あ、我ら松平家臣、家臣だね。三河の桃の二つを見ていきましょう。そうすると何かあると、すでに酒井忠次います。酒井忠次って、なんかもうちょっと後の人かなと思ったけど、ね、意外や意外。まあ、筆頭だからってことなのかな。なんだろうね。まあ、ちょっと上なのかな、年齢がね。まあ、郡清永、大久保忠世、本田忠隆、平八郎の、おじさんか？お父さんがなんか死んじゃうんだよね。平八郎のお父さんって戦死しちゃって、で、おじさんに預けられてそこで育つんだよね。はい。大元節祭の帰化で織田家の暗礁城を攻めたが矢後家で戦死したね。それでまあ我らがパッパの能力は政務が高いんで、まあそんな嘆くほどではないですね。で、安倍定義。これが、その一悶着を起こす、そう、八七郎のお父さん。あれちょっと待って。あれ勘違いした。あれ安倍康一郎が清康を殺したのか。あれじゃ広田だ。なんで亡くなるんだ。あ、岩松八役。あの、しかし、ここの2代すごいよね。そう、安倍定義なんか、あれ安倍定義の息子が松原広田が殺したんじゃねえのかなって勘違いしてたけど、これはお父さんのことね、殺したのは。まあ、本田茂津、傷だらけの男ね。で、大久保忠勝、長坂、槍、なんだっけ、槍九郎か。チアリクルと書いてあるね。で、夏目、身代わりの夏目ね。で、大久保忠として鳥居元忠義と。鳥居元忠のお父さんですね。まあ、能力的にはすごく、有能な連中が多くて、ね、本当に家臣という意味では、元山なんか目じゃねえぐらい、いいのいっぱいあります、ね。ソフィーの子も目。ただし。ただしなんですよ。さあ、まずは、何はなくとも、制度開始に落ちましょう。で、問題は、よかろう、誰が、果たして、代官を務めるやという話なんですけども、政労が2人います。本田重次および、大久保忠俊。あ、これは間違いなく、入れなきゃいかんでしょう。感謝に達すぞ。割ってみると岡崎って狭いんだね。吉田氏はね、さっきもともとこの前のシナリオだったからね。領土6つか。そうだね。九五寺、神代湖、神幕、九五寺、矢倉ってどうなん。矢倉ってさ、あの強化できないからあっさりぶっ壊されるイメージがあるんだけど、だったら神代湖にするか。恩に着ようぞ。人事のね、強撃無効のこれも悪くないような気もするんだよな。ちなみに岡崎平次郎だよね。ここね、当然のごとく。そうだね、パッと見明らか平次郎だもんね。まあ、そんなこんなで、まあ、内政を進めていきましょう。とまず、入り合いちかな。何がなくとも、兵力欲しいんで、農村の方から攻めていくことにしましょう。ダバスタートにございます。いきなり、織田が来たらどうしよう。近づくべきなのかな。織田と、友好なんだよね。宝家のことを信頼しているっていうから、これ、はじめ、織田と結ぶか？この辺送ってさ、安倍定義かなんか送って、金がない。やばすぎる。いや、でで今もう、いつ来てもおかしくないレベルだよね。セッター氏に発令しました。しからば、早速編集していきましょう。担当区画でも。で、まあ、何しろ怖いのが今川。ですね。当たり前なんです。攻め口がこれ4つだよ。3つじゃない。
まだこれ1、2、3しかない。あ、ん？こう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 じゃない。で、1、2、3しっぽいけど、なんかこれとこれが一緒になってる。あ、そういうことか。ここだからか。あ、1、2、3か。なるほどね。だから備えるべきはこれとこれですね。とりあえず。せーろ。小田とは、なんか、この頃の松平って、なんか、小田は小田でやり合ってるんだよね。なんか、小田は小田でやり合ってるし、松平は松平でやり合ってるんですよ、確か。なんかね、内輪もめしてんだよ、どっちの家も。で、そのお互いがお互いのどっちが組んでみたいな感じで やり合ってるはず。この頃の、松平、小田は。あの、三段城って言うじゃない。三段城だ。なんか言うじゃない、織田のさ、いや織田なん、織田壇上の中継、織田なんとか家、織田なんとか家みたいな感じでさ、三壇上はあれか、逃げ壇上、槍壇上、攻め壇上か。そうだ、織田は織田でなんかね、やってんのさ。織田もさ、いっぱいいるからよくわかんないさ。いるじゃん、織田も、なんかよくわからんのがいっぱい。織田信広とかさ、僕のこんばんみ。ここにそう、辰勝とか、この辺りがだから、その、怪しい連中だよね。そう、清須三奉行。そう、この清須三奉行が、あの、やいのやいのやってるんですよ。で、松平は松平で、なんかおじさんと、極刑がやいのやいのやってるみたいなさ。竹千代はまだですね。ワンチャン隠居、あ、できねえ。2歳の竹千代に家を譲るみたいな。できなくもないですね。あの、生まれてしまえば。まあ、それやっちゃうや、ねえ、どうするヒロトたちなくなっちゃう。そもそもが、ね、どうする家康になっちゃうから、もう、コンセプトおかしくなっちゃうさ。あ、まあ、それは、なしだ。だから、なんか仲悪そうに思えるけど、まあ、やいねえってなります、ね、松平。この頃はもう本当に、なんか、内ゲバです、ね。なんか今川がそれに、常時でなんか、どっちかに低下して、みたいなことをやってたはずです。ゆかりのこもみ。まあね、ちょっと修羅の国化してるんで。ただ、この頃の戦国時代ってそういうのが多そうなイメージある。まあ、甲斐もそうだけどさ。金が足り。外交しようにも金がない。内政しようにも金がない。まさに序盤ですね。ね、竹千代は織田にもいないんじゃないのかな。人質、そもそも人質っていうシステムがないからなんじゃない。ないんじゃない。うん、そう。いや、本当に詳しい人間はこんなに全部わかるんですよ。織田清光かね。平坦に喋るんですよ。僕が言ってんのは、なんかこう、もわっとした外見だけです。上っ面しか喋ってないです。全部漫画の知識だから。そもそもそれが正しいのか、その。僕の、おい！やめますよ、この、本当に。ゲーミング今が。どうかご命令を。みんな続け。打つべき手は何ぞ。いや、先手打たれたもクソも打たれるんですよ。常に先手打たれるはずなんですよ。翻弄してやる。お指図を頂戴したく。しゅ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 。お指図を頂戴したく。こんなことやってデデデデデデデン。来るんですね。金地を制すは我らよ。いや確かにそうだね。体験切磋したのにやばい、ね。あれ。おい、そこ飛んだよ。え。
早々に掌握します。いつもです。お命令を。翻弄しなきゃ。なったねえ、ダイヤモンド、やめようぜそういうの。打つべき手は何ぞ。おー、やめつくりー。我に続け。死なない、死ぬのがあいつ最大の弱点だ。切磋、確かに死なない切磋やばい。命を賜りたく。チアリクロ引いてくれ。お命令を。これ速度落とそう。怖い。危ない危ない。ええ、早々に掌握します。かの地を制すは我らよ。あの、すいません、早く引いてくれませんかね。そのゲーミング状態を、炎を沈めてください。その恐ろしい炎を。バスターアラが滅んだ。天国ダンスしてるぜ。お命令を。必ずや制しまする。ほんとそれ。お目がつける。皆の者、騎乗するぞ。まだ鎮圧しとんのか、ヒロト。早う早うせんか。お指図を頂戴したか。ダメだ、怖い怖い。おっしおし、勝った。一戦勝利。え、進軍を始める。撃つべき手は何ぞ。おっ、これやばいな。あの、調略がマジでやばいかもしれん。調略によって、あの、我が家滅ぶ可能性、非常に高いですね。とりあえず、初手は必死のようだぞ。こういう感じで、ダラダラと、戦っていこう。そしたら、小田がドーって期待して。打つべき手そしたら、もうごめんなさい、しかないだろうな。ふゆ、上の、おい、もうやめろ、そういうの。いいから。打つべき手は何ぞ。耐性ができん。これ、米足りるか。打つべき手は何ぞ。ついてまえ。次は行くろ。頑張れ。打つべき手は何。己を血に染めよ。酒井ね、頑張ってくれ。引っ越しの酒井、出陣します。勉強してきてくれ。金銭収支がやばすぎる。燃えんのやめようよ。どうか、ごめん。燃えけんな。はっ、皆の者、騎乗する。混乱いたりした。我が軍。打つべき手は何ぞ。城を攻める。罵声用心、罵声用心、罵声激励。どんだけ声上げんだこいつ。せめて混乱が一人いればパメ殺せる。いる。大久保忠勝に決めた。なのでこれでもさ、下手打つと二舞台になっちゃう。それだけはマジで気をつけなくちゃダメだね。ただよは陣次郎、ただとし正郎、しげつ正郎だから、ただよに変え、ただかずにしよう。しょうがない、片付けない。で、ここでぶつかれ、一ぶつかれるな。打つべき手は何ぞ。いざ進め。おのども、ついてこい。どうか、ご命令を。本当に勝てるのか、これ。皆の者、進むぞ。ほえ。一二で入りそうだから、これちょっと、これダメだね。これ一回、一回引きます。よしよし、それでよし。このタイミングで出す。ただかずね。遅れずついてまいる。え、引く、引け、はよ。おい、やめろ。しし。必ずや制しまする。
くよそれ本当に。出てくる。動く。出陣じゃ。最初の初手の目的はここの領土確保からの停戦です。さあ行くぞ。どうなぜ腕が鳴るわい。え、なんで、ちょっと待って待って、なんで1、2でしょ、1、2じゃん。え、なんでこれ入ってないの。え、ちょっと消せない。え、これなんで合戦艦にならないですか。いかに動くかな。これ合戦艦の条件満たしてるよね。1、2じゃん。え、なんで、うん、意味が分からん。お打ちを願います。変わったしよ。いや、なんでよ。ちょ、待ってくださいよ。なんでよ。これなんで合戦艦にならないか分かる人います。一気起きてるから。そんなこと絶対ない。なんでこれ合戦艦にならない。え、1、2だよね。え、ちょっと待って、マジでわからないんだけど。なんかそんな設定ある。まさかないよね。いや、関係ないでしょ。うん、なんでこれ戦にならないのかマジでわからないんだけど。そうですね、本当にわかんないですこれ。命令を下され。え、ん、なんで。あ、合戦艦になった。やった。お前ヘッドルやんけ。いかに動くかな。もうなんでこんなことになったの。え、なんで合戦艦にならなかったの。1、だってね、1、2だよ。戦の規模が少ないからそういう、そういうこと。まさかね。でかい戦。命令を下され。いかに動くかね。せいてやことを子孫じゅ。ゆるりゆるりといきましょう。打つべき手は何。お、こっち来た、こっち来た。いかに動くかな。行くよね、トムさんね。いかに動くかな。ソルディ。あ、第3の艦。うん。あとタイミングですね。やりましたぞ。行くぞ、皆の者。やっぱ防御ダウンなんだ。罵声ね。悪くない悪くない。それじゃやりますか。混乱も溜まったんでね。お撃ちを願います。いかに動くかな。まず混乱ぶっぱなし、罵声を浴びせ。で、防護しましょう。しかし、ひどい戦術だよな。混乱はめって。弱者の味方だよ、混乱は。本当に。一人混乱いるだけで、戦の展開全く変わってくるもんな。混乱持ってる大名って強いよね。それ、まあ、フェニックス、魔改造フェニックスもそうだけどさ。サイトゴーさんもし。そうね。じゃあ、罵声っていうのがまたね。これになると熱い。罵声とか、あと何、疲れ捨てるやつ。あったよね。錯乱だっけ。あの辺結構役に立つ。混乱はめだから。相手が一舞台の時に限り使えるね。薄汚い戦術ですけど。まあ、戦に切れも汚いもないですから。これ相手が混乱だったら済むんだよ。それだけが恐ろしいです。打つべき手は何だ。さあ、じゃあこれでここにも、ね、持っていきましょう。で、今回も討ち死にはないんで、まあ遠慮
容赦なく全滅させてしまいましょう。捕獲でお願いします。そうね、なんか引き込んで足止めかまして、お、現状フェルプゼロ、読む。間違いなく援軍は出ると思うんだ、これ城行こうとすると。でも行きます。城を落としてこようぞ。これは引いて、そう、もう一気に設置動かさないんだよね。バラして、回復しちゃうよね。まあ、それはそれでよしでしょ。松田ヘルは三つ葵じゃないでしょ、当然だけど。違うと思う。あ、しょうがない。しょうがない。それは、そればっかりします。あの、家紋が途中で変わるシステム、搭載された話がある。残念ながら、それない。何？打つべき手は何ぞ。あ、これも、でも混乱持ってのはこれだからな。取りました。小豆、小堺か。小豆坂ってどこ？小豆坂ってどこの辺じゃなかった？なんか、小豆坂の戦いとかっていうね、この辺り。小豆坂ってどの辺なんだ？この辺、これぐらいまで近づくと地名がザーってできたら楽しいんだよな。そうだよね、小豆山の戦いってこの辺り戦でね。松平対織田とか、その辺りで。カメラもう一つ、お前が欲しい。吉田君、なんと取り付いてしまいました。陰線不足。一気起きてるからね。これ、吉田町、これ出れないからね。ワンチャン落とせるかもしれんぞ。恐ろしい。だけど、帰ってね。もう言うこと聞いてお願いだから。お前、ちょっと本当に勘弁しろよ。やりくる、お前。バッカーで。いいよ、いいよ、いいよ。何してんの、この人。え？ちょっと待ってくださいよ。なんであの人、解明したの？意味がわからないんですけど。おー、斎藤が来とる。チアリクロお前、出れない。打つべき手は何ぞ。領土取り返すの、どのように。あ、対7坂へ。遅れるでないぞ。こんなんめっちゃ強いっす。城取れそうね、このままでいくと。なんか代わりの兵糧がさ、ちょい怪しいけどだから、もう一軍出してね、言うてしまえば。次はどのように。皆の者ついてまいれ。早くね。どうかご命令を。うおー、取れーん。いや、取れる。いかに動くかな。我に続け。最悪。命令をください。押してしまう。500以上じゃ出てこれないから。これ、ここだと1、2で戦になるはずだよ。8000巻になってくれるのね。え、だからさ、8000、なんでこれ8000巻にならないの、このゲーム。あれ、2マスだよね、8000巻って。あの城は落とさねばな。違いました。近くないよね。8000かって2マスだよね。全くって意味が分からん。本田茂月、へえ、すげえ。命令を下され。目を賜りとく。この土地取り返さなきゃ。すぐに手に入れます。マジで意味が分からない。かいいよ、ちょ、うどの
いや、まさか。そしたら、あの、イフが浮かさらなくなっちゃうじゃん、風が。あ、これ、普通に考えたら絶対ダメな戦いだ。安心してください。雨待つよ。先へと向かう。まずは逃げる。いやそんなことないだけどね、あの飛び地でできるんだけど、なんでなんだろう。俺中願います。いかに動くかな。俺中願います。もうこっち来るかな。いいね、いい U ターンだよ。それ U ターン土だ。いいね、素晴らしい。最高の U ターンを見てしまった。わからない。使用の可能性もある。何か条件が整うといけないみたいなさ。バグに関しては、あれですね。あの、寝返り時間は 100% バグです。あれも自信を持っている。あれバグ。U ターン土だわ。ワに関しては、触れないよ。あ、でも、経験だわ。これ、生かすのやばいな。さあ、整えましょう。我らのびっくり仰天、混乱ハメハメ陣を。しかし、ひどいよな。ゲームの盲点をさ、完全について。これ AI 側も判断したらいいのにね。こういう時は60なのを積極的に狙ってくるんだ。さ、もうなりふり構わず60なのを狙ってくるんだ。そんなことやられたら、もうどうしようもない。こっちとしても。いかに動くか。ご命令をください。それが試される時ぞ。こんなの突き刺さる、強引に突き刺さる、防御下がるし、防御上がる。ちょい時間かかるね、2000もいるんで。まあでも戦の数勢はこれで決まりました。あとは混乱明けで 一発ダメージ入って大久保忠勝に被害が出ないかっていうのは言っちゃ怖いけど、まあもうスペースに親指がかかってますね。常にお任せください。はい、超スピード、超スピード停止。被害ね、勝機を見出す時。お前そんな持ってんじゃダメだって。同士打ちはびっくりするわ。これもう一発もらうと危ないな。二発ぐらい耐えられるか。え、だいぶ痛かったぞ今の同士打ち。恐ろしい。混乱して同士打ちしてんだお前ら。お前らだろ。なんか20とか食らってなかった。2桁、これはね9くらい。そう、同士打ちだから兵力に応じてなんだろうけどね。次はどのいやでも直接ダメージマジでやめてほしい。いやまた同士打ち飛んでくるな。その前にいけるかな。いや結構いいダメージ入ってるよね。これさ闇でさ本田茂津も相当ダメージ入ってるよね。次はどのように25ぐらい入ってるもんね。また同士打ち来るか。瞬きすら許さない。やったぜ。うどの恐るるにからず。同士打ち怖かった。124も大損害なんで。じゃあ本田茂嗣君にしばらく取り付いてもらおうかな。そんな無茶な。大久保忠勝一回打つべき手は何ぞ。米取りに帰ってくれ。米取りに帰る。45でも囲み込め。どうにもなるかこのゲーム。相手500いなきゃ。白地味じゃ囲め。あ、どうだろう。
ここにもう援軍来てるんだ。いやもうでもあれだよ、今川義元が当主だから、なんだっけ、今が、な、売学情報が今川義元って、なんかもう一つのあんじゃん、あっちについてたのが串間綱重だもんね、綱重っていうか高春だもんね、なんかあるっけ。で今川から北条に行くって、まあ諸説あるけどね、それはね。まあ明らか赤矢印だけど、セーフ。いやこれ今ね、混乱持ちが岡崎城入ってるのめっちゃ熱いんですよ、闇で。いきますよ、これ取りますよ、関口。なんだったら流し狙う。なん無茶な。ちな。制作に改めて発動します。もう金がない。破産してるこの家。いかに動くかな。出ますか。法のもの。いかに動くかな。穴倉の乱だ。そうだね。穴倉の乱。城を落とすぞ。ちょっとずつちょっとずつ、今が抑えてたでしょ。あのさ、花倉の乱もさ、あの戦国概念みたいなのがあるよね。あれも桶狭間なのかな。今川義元のお話をさ、戦国書いてる人が書いてたじゃない、桶狭間戦記じゃないけどさ、今川義元が主人公の話、あれ読んでみたいんだよな。野戦となる合戦か。構えよし、行きましょう。関口氏広、オーストラリアに帰ります。娘をよこせ。混乱だったりしなければ勝ち。拝見せっさが出てきたけん悲鳴あげるけど、パパだっけ、あれ関口、そうだ、関口だ、打つべき手は何ぞ、関口博士。いざ行かん。あいつもすす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 のす、はい、U ターンしてるぜ。喜ばしいですな。どうかご命令。えらよ、いざ行かん。もうどこ行くんだ関口さん。打つべき手は何ぞ。か我が陣、我が家なれり。ひどい話やね。さあ行きましょうか。お礼を願いますね。これ小規模いくつもあるんだ。ほんら、まず坂井忠次が罵声を浴びせる。お前の娘ブースブース、見て見て。そら防御も甘くなりますわ、娘のことを悪口言われたら。ほらもう一発、意味ない。見せてやろうぞ。即死。いや強っ。俺にあ、オンリーのゴングジョード、もう旗掲げとる。先取りしとる。旗印完成している。この徳川家、未来予知できる人がいますね、徳川には。いかに動くかな。お指し願います。いや負けてないんでしょ、桶狭間で負けてないんでしょ。我らのものとする、出陣する。主勢は我が得意ですよ、なんか言うとるで。45に攻められて主勢もクソもないだろ。攻勢に出なさい。意外とあっさりいけてしまうの、もしかして。
あのね、織田が動いたら死ぬ。これ 100% です。織田が動いたら死にます。ただ、織田とりあえず動く、動けなさそうな感じしてる。織田。頑張って今、芝攻めてる。ほら、赤くなってるぞ。これ、これ、城が落ちるぞ、今川の。改めまして、誰かを認知ましょう。誰か、別に認知ではないのか。制がしたい。内政をさせてくれ。来たら来たら。おおほほ。我が君、出番にござる。動くかな。出陣する。兄が街道一の読み取りだ。打つべき手は何ぞ。どちらが街道一の読み取りか、はっきりさせてやるよ。たまらないように。繁盛、早っ。ああね、うん。これでもね、大久保忠勝、省略で上げると多分どえれいことになるような気がする。ありがたき幸せ。ヒロトは届いた。4800か。いや、恐ろしい。そうね。すいませんね。ピロンピロンうるせえんだって、文句は言わないように。行くさぞ。いやいや、だからすいません。お前、いや、オープンな怖っ。変な S いらんから。すべき手は何ぞ。行くぜ。さあ、今川義元。4886。普通に考えたら、蹂躙されておしまいですね。街道1年、防御上昇、兵力回復。まあ、直接打撃じゃないから、まだ。参りましょう。第1戦。打つべき手は何ぞ。進軍を始める。ゆるいゆるいと、まずは本丸に閉じ込みましょう。これほどの兵力があるとあれなんか、まさか全てを見限ってこっち来たりしないかな。それが一番怖いわ。あ、迷ってる。どうしよっかな。さては兵は夕涼みしてるな。命令を下せ。うん、じゃあすいません、 このルート動いてほしいんですけど。すいません、言うこと聞いてもらっていいですか。さあ、どうだ。嘘です。え、そのまま来んの、まさか。敵が軒口を塞ぐぞ。うおー、そのまま来た。一番やばいパターン来た。これやばい、これマジでやばい。上機嫌だわ。このパターンが一番まずい。命令を下され。これ負けるやつだ。先へと向かおうぞ。あ、まだ落ち着け。敵の軒口を、一番やっちゃダメなことしてくさった。これは負ける。封じるぞ。このまま負ける。軒口へ急げ。もう本田重次には死んでもらおう。はい、動く。飛び込めば、飛び込めれば、飛び込めるのか。間に合った。飲ませません。引き崩せい。間に合った。お打ちを願います。で、帰ってくるようだったら混乱叩き込んで、その間破壊して食べる。危ねえ、怖っ。やっぱ吉本恐ろしいわ。もう戦上手だわ。足がちょっと大きいやんか。うわ、黙れ。
うー怖っ。いや多分ね、それでもレースね勝てなかった。いや怖っ、あのおっさん、さすがとしか言いようがないね。で、本田茂さすがに返して、これ500いきそうだね。流しの回復しちゃいそうだな。広忠をもう返そう。吉田ではしっかり取ろう。え、どうだろうね、お前。すいません、仁義っていうものはないですか、小谷。いちょっと待ってくださいよダメだろそれは。どうすんだこれ。あ、ダメです、助けて来とる来とる100いないのがやばい。これ100いたらまだしも30はやばすぎる。あ、でも制圧されたら勝てるのこれ。新さん希望、大久保どうです、ここで待機。1、2、そういうことです。1、2、そういうことです。そうね、薄着らねんだおだってで、おだってから敵を蹴散らすぞ。一応なんか、あ、なんか嫌な予感がするんで、大久保忠勝もこっち近づく。何が致命的で相手一部隊に、つまり我ら恐怖の混乱時に発動して織田は死ぬ。いかに動くかな、出陣じゃ。チアリクロ整え、いかに動くかな、すげえ。撃つべき手は何ぞ、敵を蹴散らすぞ。出れないね、我に続け。し、戦が始まるぞ。戦か、いかに動くかな。大変でもとっ捕まえて竹千代と交換でしょ。はい、1000。いや、あのね、今川義元戦のダメージがでかかった。びっくりするぐらいでかかった、あの戦のダメージ。命令をください。撃つべき手は何ぞ。どうくるかな、迷ってるね。鉄砲3か、これクラウド即死まではいかないけど、大概のダメージ食らうな。いやでも大丈夫だな、オドノフィル。この構えならもう終わったわ。勝ち確じゃない。下がる、下がる、下がる。よし、いかに動くかな。あ、アイスかすってことに戦車叩き込んできましたね悲鳴上げろ。そんな優秀か、単純ダメージやだな。んざい、命を願います。優秀怖いね。まあ、間違いなく暗いことになると思う。優秀はさ、同士と違って相手方の兵力依存するんじゃないの、これ。同士打ちは味方側の兵力に依存する気がするけどさ、嫌な感じするわ、すげえ。これ。いや、混乱解けたときはめっちゃ怖いのさ。離れられない。離れるときに先方飛んでくるから。どのタイミングで混乱切れるか分かれば最強なんだけど、さすがにそこまでは分からないです。怖いんでそろそろ離れます。
あ、ちょうどいいぐらい。ちょうどいいタイミングあった今。スッてきて、強撃。吸収食らったらもう決め上げる。固定ダメージ落としてんね。まあ、ダメージ多分相対性があるから、あれなんじゃない？あとなんじゃない？ふざけちれい。やっぱ罵声欲しいな、やっぱ体力下げると大事ね。どこで離れる？800まで行く無理だな。離れます。まあ何とでも言ってください。やばい、ちょうどいいタイミング。ちょうどいいタイミングです。ガンガン溜まってるよね。溜まりまくってるよね、吸収ね。いや、もうほんとよ。おのれ、邪魔だーってなってるよね。そうだね。いきそうに引きを持つもねえんだわ。ごめんな。ルールを尽くせ。いかに動くか。これ。我が前に立ちふさがる者らよ。ふだけ散れい。強いな、織田信長、なかなかに。ね、明らかダメージかな。体力っていうあれがあるけど。それ欲張るか、欲張るか。欲張らない。お許しを願います。あ、いいタイミング。バッチリすぎる。すごいタイミングじゃなかった今。これ下手したら上杉剣士も食うぞ。この二人で。今のところ平野剣士そうだ。確かに。行くぜ。うわぁ、うん。ダブルインパクト。我が先方に手を押し通る。気に行けっかな。いやダメ、そんな欲張りをしては聖いてはことを子孫じる。次ともよ。あれなんだこの腰抜け。雑魚がよ。兵力減少って言ってましたね。あの混乱が解けて悪に帰ったでしょ。これはダメだ、止めきれん。これ無理っす。止めきれん、止めきれないっす。取れないよ。小田本当にもいい加減せえ。小田とかいうやから分かってんだろうな。お前自分己が何してるか分かってんだろこの野郎。よっしゃ、帰りまーす。そういうこと。そういうことっす。今川は、なーに。おざけんだよ。そこは手出しよ。なんでだよ。なんで提言してくんねんだよ、畜生。いや、参ったな、これは参ったな。いや、余裕で転生いけると思ったんだけどな。あ、取りたんのが鬱陶しいな。このレード。いや、ダメだ、作らない。やる、それはやるわ。打つ
つべき手は何ぞ。城を落とすぞ。出陣する。打つべき手は何ぞ。城を攻める。危ないんだった。前に続け。あ、動き変わった。どうかご命令を。1、2、ここで交戦する。いい、もういいね、合戦感。よし、勝った。第3巻。ボン。また関口か。相手してやるよ。こうなってくると、もう小田が、小田最強に鬱陶しいな。一人違うね。いや、もう一部隊来てんだよね。その一部隊をなんとかしのげる。だから勝手に動きを変える。うん、あの流しのり一部隊来てたからね。いいですわぞ。す忘れじゃん。動くべき時は今ぞ。ハメ割りとかですね、そういうのがあるの。あ、バフェ二人はなかなかに。ゆかりでは。さあ、松平家の秘宝、混乱時、行きましょう。寄せては返す波のように。参ります。さっき言ったんですけど、まず不遇だと思う。もうちょっとなんかね、先方やってもいい気がするんだけど。これだったらでも、あの罵声じゃなくて破壊欲しいな。え、あちらちらもう悲鳴あげちゃう、嬉しくて。黄色い声。トライ。くだらねえかな。くだらんだろうな。大久保と戦わず、もう大活躍も大活躍。ですよね、強いね、朝日奈ね。恩に切るぞ。ください。おっと、二股に何が起きてる。いや、たくあんちゃん、武田動いたかと思ったけど、二股に突然帰ったから。動けねえ。とりあえず、酒井でもっと流しの進む、王国、主従が。城攻めを始めます。そうだね、これ吹き飛ばして吉田とゲットだね。いいな、青森か。目を賜りとく。城を我らのものとせん。100たまったね。あれ100、あれあれれ126が何の120。いかに動くかな。城を攻める。動けない。兵が足りん。合戦か。参りましょう。いや、まあ最低100はいいとは思うけど。でないと、なんかもう違う、なんかずるいことができそうじゃん。1111みたいなさ、そんなもう無限に出そうじゃん。100でいい。いかに言う。そうだね。いいわ、まだ全然。小田だっけ、あれが悪さをしてる時期。あ、やついたよね。
同じ様子に。ヒロト君、何か。いかに動く。嫌な予感すんの、大丈夫か。僕はいいなおもりを誰よりも信じて。信じていたぞ。はい。これか。ああ。大丈夫、だいぶ。いや、でも意外と高い。意外と高い。待って、そうなんだ。とどまるでないぞ。敵の軒口を封じる。撃つべき手は何ぞ。勝ったか。アクラン。アクランいいよね。いざ行かん。さあ。陣を整えました。誰が何という感じです。力は参りましょう、うん、いかに動くかな。おー、いらん、そういうのいらん。突然違う位置入れないでしょ、当てるから。人脈というものを見せてくれ。これ結構でも罵声もさ、こうやって使うと有効ね。重ね書きできんのかな。29でしょ。あ、重ね書き効くんだ。へえ、このままいけるな。氷押しで疲れてもう防御1だ。おさらば、おさらば。あっ、口ほどに。原子メリッツすげえな。ちょ、すごくね、この松田より強すぎん。いくか、なんでも。そうなんです。軍神よ。いかに動くかな。で、この舞台はいかに動くかな。で、大久保忠としては再び吉田城取り付けましょう。兵力まだ500いくのよ、頼むぞ。皆の者、城を攻めろ。よっ、届いてない。いいからもうその矢印出さなくて。誰だ、こんざ朝日奈。いかに動くかな。いや、出れん。そろそろ出んすか。いかに動くかな。出れん。あの、早くこっちが40、こっちが70になってくれ。そろそろ出したほうがいいかな、この2100に対してね。いかに動くかな。まっ、届かない、くそ。急ぐぞ。はは、あの城は落とさねば。織田だけは動かないでくれ。ご命令を下され。来た、出陣じゃ。で、今いいって、それもう出さないでいいって、それは。もうニコニコすんな。包丁さん、いいんですよ、ここ攻めて。ほら、カンパラ攻められますよ。ね。ほら、ニラ山にいるじゃないですか、これをスッと動かせば。今が、ジ・エンドですよ。バカッと。これだけはダメだって、お前、本当にダメだって。前置きはいらぬ。モーセ。複数の舞台が行っちゃダメなやつだって。どうすんのこれ。お差し図。え、マジでどうすんのこれ。打つべき手は何ぞ。1、2、頼むぞ。信長でもルールを守ってくれよ。着陣したぞ。
だから、なんで合戦艦にならんのこれ。1、2じゃないの。マジでなんでこれ、本当にわからん。城を攻める。我らで城を奪いに参る。敵はよく城を奪おう。え、だからなんで我らで城を奪いに参る。え、なんでこれ合戦艦ならんのマジで。え、本当にわからないの。え、合戦艦して願えますか。え、ルール上合戦艦ですよねこれね。 1,2 だよね。え、マジで意味わかんないんだけど。あのさあ、はあ、ちょっとなんで合戦艦ならんの。マジでわからないんだけど。城攻めじゃ。囲め。撃つべき手は何ぞ。え？ルール変わったこのゲーム。マジで意味わからないんですけど、ソリバシには。いざ行かん。まさか。いや、初めて聞いて、そんなルール。その神器は通さないかんでしょう。タマスまでは発展かっていう。マジで意味がわからん。打つべき手は何ぞ。マジで意味がわからん。いかに動くかな。なんで合戦不可なの。だから合戦家だったら蹴散らして即座に岡崎に戻ってっていう風に考えてたのさ、なんとかなるかなぐらい感じていたのよ。そのルール変えたらいかん。いや、だからあれなの、あのな、それでも流しの攻めてたのよ。え、そのルール変えたらいかんっていう。超えてくさんよ。まず先方は用心の用心は確保してる。いかに動くかな。こいつ、我が前方にて押し通る。我が前方、今こそ受ける。いや、わからん。マジでわからん。先が強いな。流しのでも欲張って取らなければなんとかなったのかな。複数部隊来ちゃったから流しのを攻めるのはありだったね。いや、でも本当に合戦家のルールがマジでわからなくなった。なんでだろうね。だからわざと二マス離れたところに待機させてさ、交戦して合戦艦にして叩くっていう、なんだろう、移動距離を蹴散るやり方があったじゃない。冷徹しないとダメとかあんのかな。変わったルール、マジで。使用変更とか、そのマップで ないよ、あったもしかして。合戦艦にするためには連続してる、連続して軍に並んでないとダメとかさ。それだったら確か納得がいくんだよな。にしてもちょっとわからん。えい、危ない危ない。ダメージ食らっちゃうよそれじゃあ。ノーダメ、ノーダメ、ノーダメ至上主義。いや、正直な話ね、あの吉田城を、吉田城、長篠城を放棄して城にこもってなんとかできるかなぐらいの感じでいたのよ、小田は。でも合戦家だったから、合戦家にできるっていう自信があったから動かせなかった。それがこのざまですよ。いかに動く。あ、
信してしまった。試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。ああ参った。今回の件に関してはマジで参った。理由がわからないの本当に参った。知ってる人はニヤーしてんだ。そんなこともしてなかった。いかに動くかな。あ、7くらっちゃった。多少の被害はしょうがない。敵の被害に比べたらビビったのもいいよ。最後の突撃、観光しましょうか。これでも城に入ったとしても防衛体制整えらんないよね。しかも相手が複数部隊だから一気もサッチマンだ。正直これでいけるかな。一気に あどうだろう、分からん。もう遅い感はあるんだ。何をすべにしても。これ500溜まっちゃうよね。んだったらもう奥方だが突っ込ませてさ、城を奪ってさ、こっち引っ越すぐらいの感じで行っちゃおうかなと思って。500溜まんだよ。城を攻めよ。みんな行け。おった。何？どういうこと？ちょっと待って、どういうことこれ？何だったし、なんで引いたし、あんたら。なんだろう。待って、意味が分からんし、これ一部隊だけだったから勝ったよ。勝ちました。いや、なん か下がったんだけど、この二部隊戦終わったわ。え、ありがとうありがとう。いや、勝ったよ。いな、なんかもう動きやめたんだよ、突然。やったぞ。敵将を捕らえたわ。お断りじゃ。ありがたく帰らせてもらうわい。あん、よし。恐ろしい話だけど、取りました。取ったはいいんだが、これからどうしよう。次の問題は斎藤道さん、とりあえず長島行ってんだけど、待って、なんかすげえ動いてんだろ。侍大将、大久保がもしかしたら侍大将の可能性が出てきます。いっぱいおるいっぱいおる。タバタキ来る可能性あるね。防衛をどう守る。ちょっと待って、守るってどうやってやるの。どう守ればいいのこれ。まず帰ろう。城へと戻ろう。どうしよう。城取っちゃったけどどうしよう。混乱ハメは混乱がいないんさ。混乱が大久保忠勝だけなんさ。うん、いや北畑で吉見通じたいんだけど、金が収入がうんこなのさ。
なんもできん。話を聞いて。どうしよう。返す。返す。返してお題く。流しの取れたらね。でもそれに勝るものはないよ。とりあえず本題入れとくか。ありがたき幸せ。サダキッツァン。ありがたき幸せ。お。酒井。ありがたく存じ。全然開発すら進まない。自分のところ。せめて光力がな。混乱持ちだったらな。よかったのに。ありがたき幸せ。うわ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 。打つべき手は何ぞ。遅れずついてまいる。打つべき手は何ぞ。城を落とすぞ。ははあの城は落とさねばな。ルール的にはここに入ったら合戦下に巻き込めるはずなんです。ここで合戦するときは1、2だから、この柏山の地を越えればね、ヒロンダがこの状況ならここで戦になるんだったらここは入るはず。まあまあスルールでいくと。でもなぜか、ああなるわ。どういうことなの一体。今回は信長の横で入れました。砕いた。あ、2000。はは。うん。打つべき手は何？時刻を見してやろう。今川義元が本当に恐ろしかった。でもね。そうだね。うん。突っ込んでくるパターンもしかして圧倒兵力でなんか嫌な顔するぞ。はは。打つべき手は何だ。よしよしよし。いかに動くかな。いやちょっと焦った。これこのまま突っ込んでくるのがいっちゃん困るからね。はは。セーフセーフ。勝った。いかに動くか。いかに今川義元の戦略か優れてたからね。布陣しました。先方は各乱か。直接被害を与える先方じゃなければね。敵を蹴散らすぞ。蹴散らしてくれ。はい、息子に試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。さあ、やりなさい。え、すげえダメージだった。50とか出してるんだけど。本田重継か。そうだね、えダメージ出してるよ。引くとこまで持っていけるか。敷地超えたね。でも離れます。いざ進め。で、もう混乱切れば勝手に引くでしょ。そういうことですよね。あ、
で問題はなんですけど、今川との停戦をするにあたってどの城を生贄にするか。松尾から長篠直接攻撃なければ吉田を上げちゃってもいいのかな。打つべき手は何ぞ。それとももっと取るこの辺領土じゃない、マイフレンドじゃないの。てかマイフレンドでもトンボ切りでもないんじゃない、シゲツグ。また違う本土なんじゃない。この城を攻め落とすぞ。そうならな。そしたらさ、こうしたらさ、の地をは我らよ、北畑動きそうだな。ご命令とあらば急ぐぞ。北畑ここに入れる、混沌を呼び込むって恐ろしい策もありますけど、小田がなんかわちゃくちゃ動いてんな、ヒューミンのうまみ。出れないよね。あ、ですよね。ですよね。正直分かってた。斉藤ハリアップで巻きでお願いします。斉藤さん、斉藤ちゃん、六角、六角が巻きでここを取ってくれれば北畑になだれ込んでくれるはずだから。いかに動くかな。そうそうか。遅れずついてまいる。火が多すぎる、うん、まだ。そろそろ1、2だもんね。打つべき手は何ぞ。おのども、ついてこい。ちょい早めに出さないと打つべき手は何ぞ。ダメって言うな、気持ち悪い。動くなよ、頼むぞ今川義元。そうだ、義元か。この恥、はい、注いでみせる。しまった。お前早いだから早い。エキシビルなしです。なしなしマシマシです。もえ、ちょっと待ってくださいよ、やりすぎた。ちょっと待って、これはやばいぞ。これはやばいぞ。かつてないやばさかもしれない。ご命令を下され、打つべき手は何ぞ。行くぞ皆の者。で、なんで商法位も敷いちゃってるの。あ、いたいた。バカ。次はどのように。槍を構えよ。でも、構えられた。進め。次はどのように。狙うは敵が大暴走。存在。なるほど、はめられた、はめられた。撃つべき手は何ぞ。何振り回す、襲いかかって、やばい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 、これはやばい、これはやばい。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。せー、いや恐ろしい、芸に恐ろしきや。いろんな武将いるな、畜生。いで火が寄った。いかに動くかな。くそ、よう申してみ、あ、どこだ、まずは何の話。すいません、
助けてください。真珠とか言いそう。違うねよな、北畑じゃないよな、ここ。これはね、多分やり直すことになると思います。多分やり直すことになると思います。じゃあこの野郎するもんか。話を聞いてやろうぜ。お返しします。すいませんでした。調子に乗ってすいませんでした。心得た、構わぬ。すいませんでした、本当にすいませんでした。その喧嘩をして、すいませんでした。詫び入れてきた。やだなら最初から来んじゃねえ。過呼吸になっちゃう。この人織田とか言うのマジで、マジで織田ってなんだ。打つべき手は何ぞ。あれからそれやんの。いざ進め。出陣する。堀であるしね、堀でどっちもあるな。ここもここもぶっこぬくしないよ、砦。いかに動くかな。砦がダメージでかいんだよな。お越しを願います。いかに動くかな。出陣じゃ。まあでもね、今川さんと仲良くするっていう一番いいけど、おい、待て。これで合戦艦になるでしょ。2人巻き込んで。ですよね。ゼロ。ずっと戦してんだけど、この家。はい、戦。動くか。流行る。お願います。止まった。動きを止めたぞ。いや、ほんとに宇宙の子も見え。打つべき手は何ぞ。打つべき手は何ぞ。取って、ロイズブースト。先へと向かおうぞ。いや、だったら暗少女取りたいね。こんな目にあったんだからさ。吉田城ダッシュ失敗だったが。いかに動く。あと今川と。本当はね、よく言えば長島だったけど、なんか食らったな、今打ちまくったな。吸収食らったわ、ヒロトの舞台が。ということだ、吸収ない。長島取って吉田城城都で方が一番最高だったけどね。結局城増えなかったもんな。あ、でもそうだよね、当然ね。本田って言ったらさ、あの辺で本田って言ったら、でもまたそっから何か田中つけ本だけとかさ、なるからさ、どっからが文系、どっからが本系とかって難しいよね。田中つがさ、
あ、本田平八郎がさ、マイフレンドの方をさ、やーいやーい文系文系って言うと思えない。いかに言うこの前に立ち下がる者ら、これで終わり。ふざけ散れい。いや本当にすごい。あ、それもなんか江戸時代を起点としてみたいな、そういうノリだよね。うん。この鳥で最強に打ってほしい。どこで停戦何ヶ月？勢いに任せて停戦したけど。赤いじゃなくて。1ヶ月短っ。いいから余計なおっしゃって。うわー、なんか来たパッパ、来たパッパ、やべ。いや、砦が痛すぎる。米がない。ちょっと何にもない。金ない、米ない、兵士もいない。もう戦が始まるぞ。生きる術がない。すべき手は何ぞ。これ吉本パターンじゃない、この兵力差だと。何振りかの突っ込んでくるんじゃない。すげえ嫌な予感する。パパ首取ったら後継ぎやばすぎるから無理でしょ。あとときは優秀すぎる。頼む、引いてくれ。慎重に置こう。あ、待て、停止したぞ。優秀、足止め、ナイス。いやでも足止め意外と怖いな。いかに動くかな。足止めされんの怖いな。いやもう何も来ない。もう何も来ないです。砦が怖い、いっちゃん怖い。砦が終わったんじゃない？へえ。打つべき手は何ぞ。へえ。どうしたのノブヒデ？どうしたん、こもっちゃって。なんか嫌なこともあった？話聞くよ。どうしたん、息子返して。行くぜ。これ逆にさ、ちょいオクラスで打たせるのありじゃない？敵を撃退するぞ。連打じゃなくて、待て。うん、落ち着け。足、足打って、お願い。狙い時ですぞ。打たない、打って打って。足も打って、はいはいはい、打って。打て。進め。バカやろ、打たんかい。敵を蹴散らすぞ。打ってくんなかった。ふふ、足とも打ってくんなかった。のぶしの集まり感ある。一個一気いっちゃったですね。そろそろ一回離れる。お打ちを願います。タイミングが完璧すぎる。我ながら完璧すぎる。にしても、砦がなければな、もっとあっさりいけたんだけど、砦おかげで、すげえ苦しみそうだな、これ。うん、敵を撃退するぞ。これくらいかな。ハルレン。ベストのタイミングで打ちよう。足の前打たせるつもりが。雨殺し、この後だよな。混乱がいいやろ、誰でも勝てる。こんな願います。はい、完璧。ちょっと混乱の時間切れのタイミング神がかってんだけど。
この戦。じゃ今のタイミングやばなかった。ごくんだ。ぴったんこだったよ。混乱マネージメント。20万セット。なんだったら本当に足止め打たせたいんだけどな。足止め食らったの。いっか、このノリだったら。この辺だろうね。あ、欲張りたくなっちゃうんだよなこれ。欲張ると相手方の兵力がでかいからね。ちょっと怖いよな。いい感じです。プライン一人いたらね、また戦全然変わってくるんだけど、敵の体力ズゴンとするからさ、防御が落ちるじゃない。あとも、ないものねだりだよな、それも。いや、ほんとよ。ほんとに。敵は、マジで極まってきてるんでしょ。命令を下せ。3番のやつです。いかに動くか。我が前に立ち下がる者らよ、ふざけ散れ。地獄をね、まさか負けるとは思ってもなかった。これくらいかな。命を願います。いい感じだね。いい感じ、マジでいい感じだね。なりふり構わず突っ込んでこられるのがいっちゃん怖い。さっきの今川吉本マジで肝冷やしたもん。あれ本当にいい動きだったよね、吉本ね。パパ行きましょう。打つべき手は何ぞ。我が前に立ち下がる者らよ、ふざけ散れ。1300-1400くらいまで。相手が一言やったらもうな、どんなんでも怖くないわもう。そうなんだ。なんかもうあの辺全部桃園っぽくない。言ってしまえば。どこもかすくもつながってそう。E もつながってそう。なんだったら。だいぶ減らしたね。相手が動かないと分かってるんですげえや。いや、その休みがさ、ついに明日で終わっちゃうのさ、2週間の休みが。いや、いる。さっきの吉本がまさにそれで本当にびっくりした。あれ打つべき手は何ぞ。我が前に立ち下がる者らよ。そうなんだ。だけ散れ。だから究極で言うとそうだね、源氏か平氏かっていう話になってきちゃう。桓武天皇かなんだっけ、清和天皇かとか、そういう話でしょ。あの辺はもうよくわからないです。天皇コースからもとマジで意味わからん。道を願います。完璧すぎる。完璧すぎる引き際。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。次で撤退まで追い込めっかな。うん、そうね。名乗ってるかっつうのがね。またややこしいんだよね。本当、家の血筋に関してはイカサマし放題だもんね。特に勝った連中に関してはさ。だって、徳川が徳川になったのだってさ、セラダで徳川だからみたいな感じですげえこじつけで、こじつけだったんでしょ。松平を徳川にするの。で、徳川っていうのは結局家康一代限りだったんだよね、本当はね。でも、なんでか知らんけど、秀忠についでみたいなさ、なんかうやむやにしたんじゃなくて、なんかそんなのなんかで読んだ覚えが
徳川って孫徳勘定の最初は徳川でさ、なんか世良田次郎、世良田氏がどうのこうのでみたいなさ、なんかあったんだよね。あ、大丈夫した。これ取り手で壊しそうだら怖いわ。2254 立派なもんでしょ。世良田次郎三郎がどんどん命令を下す。そうそうそう、影武者とかです。でもその世良田氏っていうのが徳川とどうのこうのみたいな、そういう話なんさ。いやほんとこじつけもこじつけ、どこじつけよあそこ。いるぜ化け物、化け物の甘さんが。ほんとよ、セイントセイヤかどうかは知らんけど、だいぶ魔界入ってる。取れた、ここ取れたんでかい。城を落とすぞ、続け。ちょっと断念はしなくていいや。お討ちを願います。変わろう。いや帰らねえ誰もおらん。いやでも、うん、一応城を落としてこようぞ。100日前ね、打つべき手は何ぞ。うん、詳しくないんだよなその辺の血筋は。もういかに動く。これ武将がいっぱい入ってたら引かせた方がいいよね、一回ね、ばらけられるもんね。ほら来た、ほーら来た。上等だよ、上等博覧会。そこだったら1、2だから、ここで戦できるはずよ。ルールがちゃんと神器を通してくれんならね。で罵声入れたいから、罵声入れられんのこれ、褒めなくねえか。ギリギリまで待とう。こんなもんギリギリすぎる感じがあるから。行くぞ皆の者、出陣じゃ。あ、ダメだ、聞こう。入ったでしょこれ。ウェイウェイウェイのウェイ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 の状態。さあはめましょう、はめはめしましょう。あとには引けぬ。バイテンの決意で戦に臨んでおられる、さすがあと。お討ちを願いまする。もう悩んでじゃあ悩み早くないっすか。待て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 、おい、そのルートはねえだ、うん、すいません、命令を下され。あの、指定できないっすか、どういうこと。命令を下され、命令を下され。違う、そうじゃないんだ。良き口を守るのだ。いや、ダメだ、ちっかい。くっ、はい、よ、聞け。を願います。満足した。おいおいおい、危ない危ない危ない、ベリー危ないっす。命令を下され。わスピード速いと事故るな、これ。さあ能力バフかけて行きましょう。当たっちゃうと思った。たまりましたね。力始めましょう。いかに動くか。我が前に立ち下がる。遅いよ遅いっすよ、ヒロトだ。いや、ほんとそれ。まだ分かるんだけどね、なんか合戦、刃を交える状態になると引きつけられるっていうのはね、まあ、一撃食らわして離脱するっていうのは確かにそうなんですよ。いきなり引くとただの回想だからね。だから一撃大きく殴って交戦しながら引くっていうのは分かるんですよ、言ってることは。ただあまりにも遠い範囲引きつけられるのはやめてほしい。あとこれ、このくるって回るのやめてほしい。だからそのままスススススススって下がってほしいのさ。あ、時々さ、クロンクロン動くときあるじゃん。あれやめてほしいわ。あの、軍を返すっていうのは確かに
向いてる方向を変えるっていうのはものすごく難しいですね、集団の。なんかさ、孫子のエピソードであったよね、あの、うん、奥さんたちをさ連兵してるみたいなと言われてさ、で何回か説明して、で奥さんたちはふざけたからしょうがないからぶった切ったみたいなさ、あるよね。でぶった切った以降は奥さんたちもビビって言うこと聞き出したみたいなさ。ちょっと動きが遅いね、ヒロタの分が。なんだろう。まあ、タイミングだけ見逃さなければいいんですよ。ちょっと欲張ったんでしょ。そう、なんかちょっと引っかかるよね、動きが。ヒロタの動き、このルートだと引っかかりやすいような気するんだよ。なんだ、なんかそっぽ向いてるんですよ。これおかしいよ。右こっちにいるのにこっち向いてる、軍がみんな左向いてる、おかしいよ。どうしちゃったのって心配したい。よし、再びいきましょう。これ今回同時動いていいのか、なんか動きが良かったり悪かったりするんだよな。なんか広く引っかかるもんね、少し。なんだ、ちょっとそうだ、反響効果癒した。サトミこれになって強いもんな。中国史ってさ面白いよ、あの春秋戦国。春秋戦国は僕ね好きなんですよ。中国史はね、僕入りはまあ三国志とかは当然読んでたんだけど、一番ハマったのがファンタジーではあるんだよね。あの藤崎龍先生いるじゃない、漫画家の、今銀英で描いてる人。あの人が書いた孟子演義にハマって僕で、藤崎龍先生の孟子演義の原作が阿野を務っていう小説書いてる人なのね、歴史小説書いてる人で、阿野を務先生の孟子演義が陰衆演義じゃん、陰と衆のお話じゃない。でそれ読んで、で衆の滅亡、危ねえ余計な話してたらなんか間違えてた。我が策にて仕上げと参りましょう。で周と陰の、あ、陰と周の話があって、でそれであれよね、周の末期って戦国時代が始まったのね、あのキングダムのね。キングダム面白いよな、あれ。楊端和が女の人だったりとかさするけど、あれ基本的には北条武将も全部ね史実になぞってるのがまた面白いよね。キングダムってもう終わったんだ、まだ終わってない。なんか甲じゃねえ、甲のおじさん甲園か、あの辺りが出てきて以来読んでないんだよ。あとはね、春秋戦国だと八万里を風に乗り達人伝っていう漫画があるんだけど、キングゴンター先生が書いてる、蒼天航路の、あれもめちゃくちゃ面白い。時代がね、ちょうど同じぐらいなんです、春秋戦国の。おすすめです。宮城屋正光先生。いや、僕知らんのだけどさ、歴史コーナーに並んでるよ。ずらー並んでるよ。あの、陳春仁だっけ、あの人の本もすげー並んでるよ。いかに動くイメージあるもん、やっぱ歴史。サッカーってやっぱあるよ。さあ行くぞ。どうだろう。腕が鳴るわい。まさかこんな早い段階で出ると思わなかった。出陣じゃ。
しまった、出す部署間違えた。いかに動くかね、出てくるタイミングが恐ろしく早い。さあ戦ぞって何事かと思った。今敵の城を奪ってくれる。びっくりした皆の者。サクラン使えないか。これでいいじゃん。びっくりした、本当にびっくりした今。行こうか。いかに動くかな。いやで、飲酒演技はそうだけど、で、あの勤む先生がさ、あの飲酒演技、春秋戦国、その次の隋唐演技も書いてるし、なんかね、全部舐めてんのさ、ずーっと。隋唐演技もだから僕読んだよ。なんつったっけ、コエン尺のモデルになった人、コエンさんか。コエンさんとかさ、あと、なんだっけ、てっぺんの、鉄面の孫子のモデルになった人、あれ、うつち教とかか。ああいうのが出てくるやつ、あれも面白かったんだよね。あ、そう、中国史ね、バカにできない。めちゃくちゃ面白いです。隋唐演技とかね、あの辺面白かった。まあでもなんといっても僕は北方健三大先生の大ファンだ。洋詩、洋歌賞はマジで読んだ方がいい。洋歌賞と血類の文庫本4冊。おポケットに入る。パーカーの右ポケ、左ポケ、ジーパンのケツポケ、左ポケ、右ポケに全部入る。4冊。読んだ方がいい。絶対読む。読まんと人生損します。うちにもある。この家にある。わ、九州怖っ。これ九州下手したら大久保忠勝壊滅するな。いかに動くか。いや、これ気をつけなきゃダメでしょ。いかに待て、これ行かせるタイミングめっちゃ大事ですよ。敵の軒口へ向かう。撃つべき手は何ぞ。絶対打ち負けられないこれ。我こそはと思う者は続け。敵を撃退するぞ。これ氷撃食らった瞬間壊滅するよ。氷撃じゃない、吸収食らった瞬間。いやめちゃくちゃ怖いなこの戦。絶対に無理しちゃいかん。集中集中。行くぞ皆の者。だいぶ甘いでしょ。だいぶ甘いでしょ。そうなんですよ、怖いんですよ、めちゃくちゃ怖いこの戦。めちゃくちゃ怖いっす。吸収たまった、吸収たまった、死ぬから。蹴ったら悲鳴あげんの。敵を撃退するぞ。おせんだって拾ったな。どうした、ここだと同時に動かしてちょうどいいぐらいなんだな多分。いや怖い怖い、こうしてる間もめちゃくちゃ怖い。見通しめちゃくちゃ厳しめでいきます。そうね、いや楽なんだけど、いやほんとくっつくのやめよう。いやむちゃくちゃ怖いわ。ヒロタとの動きの悪さが冴えるね、これね。あとはね、黒人衆もいるし、なんだったらさらにもう一つ後ろあったよね、北に。まあ、怖いっちゃ怖いけど。撃つべき手は何だ。究極の連打。おー、ヘチ。なんだろうね、いや待って分からん。めちゃくちゃ動き悪い時だから食らってんよ松原ヒルトが。バシーンと落としたんだけど、なんか食らった感あるんだよ。
食らったよね、一発ね。そんな被害じゃなくてよかった。うわ、ギリギリ。え、なんか、混乱食らいながらバチンと落としたもん。よかった、被害全然出なかったわ。織田信広、恐るるに足らずだ。自分。こっちばっか見てた。いかに動くか。おお。自分が試されるときと。めっちゃ動きよ。我こそはと思うものは続け。ダメージ低いね。もう兵数がギリチョンだからだろうね。兵をまとめるんだよね、ここでさささささって。何なんだろう、本当に。いや、ぽいけどさ、確かに。いや、本当よ。本当に、まあ。混乱だったら誰でもいいかもあるけど。もう一人ね、かく乱がいたら本当に最高なんだけどね。し。撃つべき手は何だ。これで終わったね。戦国系の漫画で最近おすすめだった。あの、まあ、最近の漫画言われても読めない。ジャンプラとかそういう携帯で読めないと。信長のシェフは鉄板だよ。なんかさ、マイナー武将に転生したどうのこうのみたいなあったよね。チラーっとすげえ昔に話しあげたことあるけど、マイナー武将が竹中半兵衛だった時に僕衝撃を受けたよ。メジャーヤンキー、世間的にはマイナーです。よし、あとは何かな。お越しを願いまする。なんか動いてんだよ、来たね。信長じゃねえか。まだそんないるの。いいよ、来なくて。ノップ。ノップやだ。ノップすげえやだ。あのノップね、いや、神聖でしょ。神聖確かでもさ。あの能力上げる系だよね。そうだね、攻撃上昇、防御上昇だね。あ、怖くはないや。大丈夫。あの直接ダメージがいっちゃん怖い。さすが吉本さんやで。北畑を押し返したわ。これダメだ、米がない。ちょっと早すぎる。ビビッ、めちゃくちゃビビって早く動しちゃった。怖い。さあ行くぞ。腕が鳴るわい。鉄砲を持ってたらやばい。多分持って砲術持ちだから。レベル3、これ下手すると大久保戦わず即死するわ、鉄砲で。命令を下され。エーラよ、いざ行かん。信長、うわ、来そうだわ。あ、待て、マスクの動きしてる。いかに多分ここ行くのは怖い。あんま前ですもん。ちょっと慎重に慎重に積んだじゃねえ、これ。えへい。何が第六天魔王だよ。魔王が聞いてあきれるぜ。所詮信長も人の子ってな。ほら。
これす戦車持ち込まれたら泣くんだけど撃つべき手は何ぞ、さすがでございますってなる。まあそんなこともなく織田信長恐るるに足らず、もろたで駆動。なんや、そんなに我が前に立ち下がる者らよ、抱け散れ。強能力下がって95、何これ化け物なんだけど、マジで強くないこの人。硬い硬い、バチクソ硬いっす。ダメージの計算がこれぐらいか、ちょっとあの減り方が浅いからさ、わからんどれぐらいで離れればいいか。あ、うん、ちょうどいいぐらいだ。よかった、体内時計が正確に起動している。まあ、直接攻撃じゃないからいいやな、まだ。もうここにこもっちゃうと正社もないしね。しかし、この配信ずっとこんなことやってんな。思わん救いようのない配信だよ。ずーっとこんなことしてんの。2時間ぐらい。あほい。それも明日までですよ。明日休んだら明後日から仕事だ。もう仕事できる気がしない。立派な社会不適合者になっちゃった。ほんとそれ。3分の2だと。お撃ちを願います。はい、完璧。ささーっと戻ってきな。最高尾の連中。一発食らったら撤退してもおかしくないもんね、奥を戦わず。しばしご勘弁ください。多いんすか、こっち。さあ、忍者村。配信、撮影全部終わったさ。今、メンバーシップ選考動画、忍者村。押し出てきた。こんな食らってますよ、あなたね。やってくれる。打ちか。勝て。ちょっと、硬すぎる。びっくりするからかな。来月さ、フットボールマネージャーの新作なんだよ。今回、日本語、ついに今作から、日本語、公式日本語化すんだよね。めっちゃ楽しみなんだけど。フットボールマネージャー。何度も やってね、やっては心折れ、やっては心折れしたね。死ぬほど難しい、めんどくさいゲームなんだ。楽しみ。日本語ならなんとかなっかな。いや、信長強いな。ねえ、なんか、明らか強いよね、信長ね。打つべき手は何だ。神聖っていう戦法じゃなくてさ、信長そのものが桁違いんですよ、こいつ。硬いもんだって、何はな、何言ってるか硬いもん、この男。ガチガチなんだが。しっかりワンパンも持ってるっていうね、92で。めちゃくちゃ強いこの人。いかんせん、神聖がちょっと弱いってのあるよな。攻撃上昇、防御上昇は。まともなぶつかり合いなら、それでもいいのかもしれないけど、攻撃上昇、防御上昇、兵力回復まであったら多分もう、極まってたろうね。もしくは体力回復。それぐらいやってもいいぐらい、信長。どれぐらいでも申請って上がるんだ、上がり幅は。とてつもなく強いっていう感じは正直しないんだ。独眼流のね、9999が1万クラスのダメージ出したよ。この戦法やばいと思ったよ。戦法とか特性とかで、まあ、恐ろしいのは、毛利、お隣と、まあ、別機だよね。八番洞窟。あの辺の戦法の使いやすさ、やばいでしょ。特性と戦法の使いやすさ。なんかちょっと減ってない？
方向到達。少し兵減ってるよ。この辺でやめとく。危ねえ、ギリ。毛利マジでやばい。取ったところを取られると全部隊混乱ってやつ。あれマジでやばい。あ、上杉も確かにそうだね。エチコの竜だ。信玄あんまイメージない。信玄なんだっけ。信玄あんまイメージない。いや、毛利やばい。あ、毛利のカウンターが八番通すっていう。風林火山。いや、前方はそうだけど、規制でさ、やべえ寝るじゃん、時々。高安城のさ、あの、城落ちたかってやつ、あれ、闇ですげえ食らわん？高安城が城主を務めてる城が落ちると、剣にダメージ当たるってやつ、あれ、ものすごい食らわん？なんか4000ぐらい、4000を4部隊に巻き込まれたようなさ、なんかそんな覚えあんだよな。嘘でしょっていうぐらい、あの、城囲んでた連中がさ、ほぼほぼ全滅しちゃったの。あれも闇でやばい。僕の中でやばい候補になってます。あんま目立たんけど、やばいね。結構ある。やばい特性。毛利元就がまたさ、100万石兵力回復じゃない。あれ、攻城戦で敵方の大将に毛利元就ってさ、もう、どうしたらいいのってぐらい兵落ち、城が落ちなくてね。いかに動くかな。ゾッとするあれ。100万石は。あと回復量がでかいのもあんのかね。あの美学欺瞞のさ、不凍窟もさ、兵力回復だけど、なんか100万一瞬の兵力回復、それを上回ってる感ある。そうこうしてるうちに信長ほぼほぼ壊滅したね。もう一回ぐらいやんなきゃダメかな。まあ念には念を入れよう。あさって仕事だから明日髪切り行かなきゃ。あ、引いたか。やりました。これで暗証状取れっかな。18現象。18現象ならいいでしょ。いや、毛利マジでややこしいよ。毛利の城攻めはね、全く落ちる気しないもん。まだ来そうだよ。なんだよ。信氏はお呼びじゃねえんだよ。ちょっとでも米を維持した方がいいかな。我に続け。毛利ってでもさ、守るシーンが少ないんだよね。基本的にはやっぱ攻める戦が多いからさ、意外と防衛戦では。あ、ないかな。防衛するとあいつやばい。あいつマジでやばい。攻略効かねえわ。いざ攻城戦したらさ、縄文かなんかに立てこもったら兵力回復しながら戦っちゃうから、もうニッチもそっちもいかないのでさ、ひでえ目に合わされたと思うよ。あ、もうやってる。うん、先へと向かおう。あ、今回の戦は国衆が相手だからそんな難しいものにならんと思うけどね。そう、はめた。完全にはめました。まあいつも通りここに布陣して、ここに布陣したら広田がここに布陣するっていうね。いや、ほんとそれなんですよ。念能力者なんですよ、操作系の。よいしょ。動き悪いってヒロトが。どうしたん？足止め、いいですね。2回かな。風セット。ぶっ込んだら多分引くでしょう。ここで一回無理は絶対しない。
この戦で無理するほど愚かなことはないからね。ここはちゃんと被害ゼロと抑えたい。赤いにやりたいんだよね、僕。赤い楽しそうじゃない？丹波の赤鬼。ついに大名になったからね。丹波の赤鬼、大名になるんじゃないって大騒ぎしてたんだけどさ。いざ蓋開けてみると全くやってないんだよ。あと将軍やりたいな。将軍家楽しそう。足利将軍家なんかさ、もうちょっと関東管領とかさ、そういう将軍家から送る繁殖にさ、繁殖っていうのもおかしいか、価値があったら面白いよね。はい、水野元セイグッバイ。さあどうだ、これでもう出せる人間いないんじゃないか。ここ移したの。米もないよ、戦する。いかに動くかな。金も全くない。なんもいいって。キラーはいいって。もう打つべき手は何ぞ。すげえ出るじゃん、いろんなの。あ、そうなんだ。 PK の勝負最初から大量なんじゃん。急ぐぞ。楽しそう。ふゆ金が100溜まったぜ。開発できるぜ。全然開発すまん。何もないんだけど。声を上げよう。行くぞ。保険まで被害を抑え。将軍もあれかな、結局混乱使ってこういうことなんだ。厚地さんがね、混乱持ってる。厚地さんはでもあれか、若さだけだ。で、将軍家じゃないのか。いかに動くかな。仕掛けではない。決して。あいつは出すだけどうしません。いざ行かん。じゃあなんと新しいの始まったんでしょ。なんだっけ、ジョジョランド。今度ジョジョリオンが終わってジョジョランド。打つべき手は何ぞ。だからね、僕スティールボールランからもう分かんない。読む手立てがないっつって一番の理由なんです。スティールボールランからの終盤からもう分かる。打つべき手は何ぞ。あ、肥料だ。いいですね。狙い時ですぞ。敵を蹴散らすぞ。あ、ジョジョの格好やったよね。あれって結局どうなったの。なんかちょっと流行った覚えがあるの。最近格ゲースト6がハマっちゃってさ、そろそろ明日あたりオンライン対戦いよいよ望むかなと思って。ストーリーモード死ぬほど長くてさ、ストーリーモード終わったらオンライン対戦やってみるかと思ったんだけどさ、ストーリーモード20時間30時間近くやってた。厚地さんマジで優れてるから、あの人。わしの軍略。厚地さんあれやね。ここで使うべきもの。信勝打ったんだよ。そう、なんか信勝打って一気にドーンってきたんだよね、僕の中の株が。厚地株が炎上しらずに上がっちゃったのさ。あの時の厚地さんマジ輝いてた。最近パッとしないけど。いかに動く。ワンチャン若さだけども、こういう感じでやりゃあれかな、意外とあっさりいけっかな。前方に手を押し通る。因縁めいた相手がいるところっていいよ。アマゴに対する毛利とかさ、島津に対する大友とかさ、大友に対する島津って面白いか。
終わったの、うん、あと同時に対する大友達さん、そういう因縁の相手をぶちのめすまでみたいなやっぱ楽しいの気がする。やってて明確な目標があるとなんか乗るゼロ完璧すぎる戦セコいてますね。いかに動くかな。それはもう否定しません。セコです。53日。圧事件。秋山城。いいって誰だよ。いいって諦めろよ本当に。もう国もなんかそこのそこまで出そうとするじゃん。諦めよ本当に。いいから。ボロボロなんだけど松平家これ最後の黒人衆だね。ここの黒人ここの黒人ぶちのめした、まだいる次多分これ出てくるな。いつの3ではね、この川並コロクッツァンか、コロクッツァン出てくるな。38日、ちょ米も怪しかったな。食べたい動かしたい動かせんならダメだ。いかにして米をセーブするかみたいな戦いもあってきた。これ今もう米3点米3点三分の一人そんなんだよね。あれよね、さりげなく敵に名乗る将はいませんね。失礼、お願いします。ここはすげえ失礼なこと言ってるな。いかに動くか、ああもう迷ってるわ。打つべき手は何ぞ。いいですね、その動き好きだよ。はい引いた、はい積んだ、500まで1ターンでいけっかな。欲張らんがいいよね。欲張ったら間違いなく死ぬ。いかに動くか、さあ再びやりますか。いかに動くか、ずっとこれやってる一生これやってる今日。攻撃する、今よ我が戦闘を見せてやろうぞ。さあどうだ。いやー欲張りそう、これ足りんな微妙に。500いけんのかこれ。いけ、いく、いった、よし上がれ。いかに動くかな、先へと向かう。あべ多分すげえギリですよね。あぶね。オンリエルボング上だ。旗がひらめいてるぜ。ずーっと戦してる。いかに動くか。マジずっと戦してる松平。いかに動くかな。皆の者、ついてまいれ。落ちたでしょ、暗少女。いい加減落ちたでしょ、これ。命令を下さい。落ちた。やりました。城攻め、うまく。大変だったわ。マジで大変だった。あ、今日取られた、おい。来る？いいんだよ。お断りじゃ。ありがたく帰らせてもらうわい。いや大変、マジで大変。そうでかため息も出ますわ。いやこれ本当でも防衛どうするかなんだな、一番の問題は。
武勇70いかないんだよね。さあ、回答すぐ入れちゃうかもったいないけど。してますね。ずーっとこの。感謝いたす。マジでずっとこれやってるけど。セーブ開始レベル1打たんといかんのか。そうだね、セーブ開始レベル1すら打ってないもんな。そうだ、打ってねえわ。オンに来ます。やばすぎ今日。今日マジでやばすぎ。私月月大久保と高津絶対外せないの。手元に置いてないとやばい。上司になれるんだけど、でも手元に置いてきた。佐田きっつぁんで渡すか。一生懸命頼むよ。あるみたき幸せ。ただとし。四月も言っとくか。ありがたいの。結局大久保と高津。一番大事なの。ただよ。ただも強いよね。身代わり。ありがたき幸せ。よし、ということで、今日はここまでにしましょう。正直な話でいいですか。あの、絵図が全く描けん。この後どうするかの絵図が。あ、でも北条が言ってんね、今川に。1万8000、どんな浮かされちゃうどうしようもねえよ。どこにいんだよ、この大兵団は。寸法館、成長しすぎでは。すげえな。寸法館って本拠、本拠って支援受けられんの？これ支援受けられたっけ、本拠。わからん。まあ、何はともあれ、ですよ。明日以降も、これ、最後だなのかな。今側にちょっかいかけつつ対応打をしていくのが正しいような湿気がしてきてる、僕。まあね、できるんだね。したいよね。そうだね、今側にちょっかいかけつつ対応打して、って感じかな。あまりにも損害がでかすぎてさ、内政をどのタイミングで進められるかっていうのが本当に、わからんです。何やともあれ、今日はここまでにしましょう。進んでるようで進んでない、そんな一日でした。はい、ということで、また明日、お会いしましょう。これもありがとうございました。明日ちょっと配信、多分開始早いっす。っていうのは、あさってない、朝から仕事なんで。まあ、ステイチューンドでお願いします。これもありがとうございました。また明日、お会いしましょう。出した。